そしてイブスキを投入したチョウ・キジェ監督ですが、ここも入れ替わって越えていくボール、ビジャー、さあビジャーボール通る、ウェリントン中にスルスルと上がってきます。ビジャー仕掛けるか、仕掛けて右足決まりました。神戸3点目、決めたのはビジャー、今シーズン5ゴール目。何度も仕掛けていたビジャが後半ゴールを叩き込んで、これで3対0です。いやもうこの橋本のパスも良かったです。その準備をしていたビジャもね良かったんですけども、はい、コーナーった時にもうディフェンスはもうなすすべなく、ビジャも顔を上げることができましたからね。また的確なシュート技術、はい、素晴らしいゴールだと思います。いやニアではなくてファーに突き刺しました。またねこの川下とか早いんですよ、はい、シュートの精度の高さがうかがえます。このビジャの追加点で神戸これで3対0、しっかりゴールの位置を把握できましたね。ウェリントン、そしてビジャ、三田、前線の3人躍動、神戸ここまで3対0、残り時間が15分です。まあ何でしょう、これまでの鬱憤を晴らすかのようなここまでの3ゴールになります。